フレッシュカップ1回戦中日ドラゴンズ対広島東洋カープのゲームです。解説は小宮山悟さん、西利久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはドラゴンズの先発高橋、マウンドに上がります。さあ、カープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。1回の表、カープの攻撃、高部が打席に入ります。さあ、ゲームが始まろうとしています。打った、打ちました。打球はライトへ。打順は3番坂倉。ツーアウトになっています。2球目打ちました。1回の裏、ドラゴンズの攻撃です。ドラゴンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますカープはご覧のような守備陣です。カープ、マウンドに上がるのは先発の岩貞。どう抑え込んでいくのか注目です。バッターは京田。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。打ちました。バッターは2番に入っている加藤。まずはワンアウトを取っています。バットに当たりません。三振。ツーアウトになっています。打席には3番バッターマルティネス。ツーアウトランナーありません。ストレートのフォアボール、ストライクが入りません。ツーアウトから先制のランナーを出していきます。いや、そうですね。これはね、チャンスですよ。はい、そうですよね。これで2者連続のフォアボール。ツーアウト二塁一塁です。チャンスが続きます。いや、そうですね。これはね、チャンスですよ。はい、そうですよね。ここは狙いとは違うボールにも高め打ちました。バッターは6番高橋。フォアボールを足がかりにチャンスを作っています。さあ、ドラゴンズ先制のチャンスを迎えています。ここで声をかけました。さあ、注目しましょう。さあ、これで決まるのか。インサイド打った。セカンドの右。さあ、そして打席にはブライトが入ります。さあ、チャンスが続きます。ここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。アウトコース打ちました。しかしこの回、ドラゴンズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。1回終わって2対0、ドラゴンズ先制です。2回になります。追いかけるカープの攻撃、バッターボックスは4番マクブルーム。ドラゴンズリードで迎える2回です。2球目打ちました。打ちました。バッターボックスアルカンタラ。カープダブルプレーでランナーなくなりました。これが3球目。インコース詰まりました。2回の裏、ドラゴンズの攻撃。打席には8番バッター阿部。ドラゴンズリードで迎える2回の攻撃です。ミスさん、まずはインサイド、ライトに上がった。バッターは9番に入っている渡辺。岩貞、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。打ち上げた。打順はトップに返って京田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。さあ勝負してくるのか。打ちました。この回ドラゴンズ三者凡退です。2回終了、2対0、ドラゴンズがリードしています。3回に入ります。7番から始まるカープの攻撃。ウーネンティンが打席に入ります。ドラゴンズリードで迎える3回です。アウトコース打ちました。打順は8番万波。まずはワンアウトを取っています。振っていきましたが三振。バッターは9番に入っている堂上。ツーアウトランナーありません。さあ6球目は何か。バットに当たりません。三振。スリーアウトチェンジ。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、ドラゴンズがリードしています。これから3回の裏、ドラゴンズの攻撃。バッターボックスは2番加藤。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが、ライト方向を流しました。これはどうか。バッターボックスマルティネス。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファーストランナースタート。タッチアウト、盗塁失敗。西さん、盗塁は失敗してしまいます。三振になります。ツーアウトになりました。バッターボックスは4番ビシエド。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。打ちました。4回の表、カープ打順よく1番から始まります。バッターは高部。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いや、アウトになりました。インサイド落ちました。これはどうだ。バッターボックス楠本。先ほどの打席はライトフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、インサイド落ちました。これはどうか。バッターは3番坂倉。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。カープダブルプレーでランナーなくなります。いい当たり。これはどうだ。バッターボックスマクブルーム。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。インサイド打ち上げました。右中間へ打球伸びる。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2対0、ドラゴンズがリードしています。打順は5番木下。前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。アウトコース打ちました。打席には6番バッター高橋。先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いや、いいところで打ってくれましたよね。はい。ちょっと高めのボール。バッターボックスには7番ブライト。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。インサイド落ちました。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてさあ、そしてバッターボックスには阿部が入っています。さあ追加点のチャンスです。この辺りで中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。なるほど、そうですよね。空振り三振。ランナー返すことができませんでした。絶好の追加点のチャンス、三振でツーアウト。攻めきれませんでした。5回の表、追いかけるカープの攻撃。バッターは今日 DH に入っている清宮。先ほどの打席はセカンドゴロ。高め打ちました。これはどうか。打順は6番アルカンタラ。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った高いバウンド、ファーストゴロ。次が5球目。変化球打った。ここは確実に目をつんでいきたいですね。そしてこのバッターはチャンスに強いですから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。そうですね。さあ気をつけていきたい。万波がしっかり捉えた。カープ1点返しました。2対1になりました。ドラゴンズさらに2塁1塁のピンチが続きます。ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。次は今のストレート、空振り。ここは空振りでアウトを取りました。ツーアウトになっています。ランナー二塁一塁は変わりません。外の球打った。これから5回の裏、ドラゴンズ打順よく1番から始まります。京田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はサードゴロに倒れている。打ちました、流しました。詰まりながらもレフトへ。打順は2番加藤。ここはさっき打たれたフォークの使い方には注意したいですね。さあここは同じ鉄は踏みたく、ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ワンアウトからランナー出ます。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。セーフ。盗塁成功。ランナースタート。セーフ。盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。これで外野フライでも1点の形になる。左中間へ。マルティネスきっちりと犠牲フライを打ちました。さらにリードを広げます。バッターは4番ビシエド。ドラゴンズ犠牲フライで追加点を挙げています。さあ西さん、ここはリードを広げておきたいですよね。当然ね、ダメ押しまで行きたいですよ。そうですね。この打ちました、痛烈。これはどうか。打ちました、高いバウンド。配球表をご覧いただいています。今日はストレートが多くなっています。直球で押し込んでいる、そんな印象です。回は6回の表に入っています。追いかけるカープの攻撃。バッターボックスには2番楠本。先ほどの打席はショートゴロ。打ちました。これはどうだ。5球目は何で来るか。際どいが、フォアボールです。ワンアウトからランナーを出してしまいました。小宮山さん、どうでしょうかね。ちょっとコント打った。これはどうか。ドラゴンズ、ここでピッチャーが変わります。ドラゴンズベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、高橋ここで降板です。バッターボックスには5番清宮。ドラゴンズフォアボールをきっかけにピンチを広げています。さあ点を許したくないこの場面。ここはゲッツーを取りたい場面です。空振り三振。ここは投げ勝ちました。ツーアウトになっています。ここで声をかけました。最後は高めのボール球投げてしまいました。ここは慎重にいきたいところですね。まあ勝負強いバッターを迎えてますから丁寧にいった方がいいでしょうね。その外の球を打った。高いバウンドになった。カープ1点返しました。3対2になりました。ドラゴンズさらに満塁のピンチが続きます。ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。空振り。ここはランナーを変えさせません。この回点は取られましたがここで食い止めました。バッターボックスには6番高橋。前の打席はスライダーをうまく打たれましたから今度はその使い方を考えたいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。インサイドセンターへ打球伸びる。7番バッターブライト。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。外れてフォアボール。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。いやそうですね、これはねチャンスですよ。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。これが5球目。外の球打った。ここはたまらず間を取っていきます。内野手が集まってきました。そうですね、ピッチャーも動揺してますから一気にいきたいところですよね。さあここは積極的に攻めてほしい。ここは中間守備ですね。押し出しで貴重な追加点。ドラゴンズ押し出しで1点追加。4対2よく選びました京田。カープここでピッチャーが変わります。カープベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、岩貞ここで降板です。さあそして打席には加藤が入ります。さあチャンスが続き満塁の場面。ここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですね。中間守備で来てますからどの塁に送球するかの一瞬の判断が重要になって。ドラゴンズ押し出しでさらに1点追加。5対2よく選びました加藤。さあそしてバッターボックスにはマルティネスが入っています。さあなおもチャンスで満塁の局面。ここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。ここも押し出し。バッターよく我慢して。ドラゴンズ押し出しでさらに1点追加。6対2になりました。よく選びましたマルティネス。ここは中間守備ですね。いい当たり、大きいぞ。ドラゴンズ追加点。8対2、なおも3塁2塁のチャンス。5番バッター木下。大きく差が開いてますけどどんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。さあ大量リードですがここはまたチャンスになりました。ここは内野は前進守備ですね。打ちました。さあどうだ。6番バッター高橋。ドラゴンズ、この回は打者一巡の猛攻となっています。平行カウント、打ちました。これはどうだ。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の矢崎。バッターボックスは7番ブライト。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトながらランナー三塁一塁。インサイド打ち上げました。弾き返した打球は右中間へ。しかしこの回ドラゴンズ6点を追加しています。6回終わって9対2、ドラゴンズのリード広がっています。7回の表、追いかけるカープの攻撃、打順は9番堂上。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。三振になります。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター高部。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、サードゴロに外れてフォアボール。ワンアウトからランナーを出してしまいました。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。インサイド落ちました。打順は3番坂倉。ドラゴンズとしてはこの終盤でこれだけの点差があるんで、焦らずピッチングできますからね。なるほど、そうですね。高めのボール、これはどうか。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ドラゴンズピッチャーが変わります。満塁の場面でマウンドに上がったのは山本。打席には4番バッターマクブルーム。先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットで満塁としています。押し出し、追い上げます。バッター今一塁に進んでいきます。西さんいかがですか。カープ1点返しました。押し出しでの得点、9対3、ドラゴンズなおも満塁のピンチです。さあ5球目は何か。打ち上げました。高い打球になった。バッターボックスは6番アルカンタラ。前の打席ではファウルボールを選んでいます。カープこの回7人目のバッターになります。次が5球目、外のボール打った。さあ面白い当たりになっている。しかしこの回カープ点差を縮めていきます。9対3、カープが得点を入れています。さあそしてここからはラッキーセブン、ドラゴンズの攻撃に入ります。ドラゴンズラッキーセブンの攻撃になります。バッターボックスは8番阿部。前の打席ではファーボールを選んでいます。ドラゴンズ攻撃がかみ合い、打ちました。これはどうだ。外れてフォアボール。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。この点差で走っていく。打ちました。この当たりはどうか。ドラゴンズ1点追加します。10対3、ドラゴンズなおもチャンスです。バッターは2番加藤。ここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。よく見極めました。フォアボールです。これはね、バッターがよく我慢して。高めのボール、センターに上がった。打順は4番ビシエド。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、勝負強かったですよね。ここは気持ちも乗って、ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。これでツーアウト満塁、点差を開いていけるんでしょうか。今のはよく見ましたね。次が2球目、痛烈。これはどうか。ドラゴンズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、11対3、ドラゴンズ大量リードとなっています。打ちました。しかしこの回ドラゴンズ2点を追加しています。7回終わって11対3、ドラゴンズのリード広がっています。8回まで来ました。7番から始まるカープの攻撃、バッターはウーネンティン。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。三振です。まず1つアウトを取りました。8番バッター万波、先ほどの打席は逆転のチャンスだったんですが、最後は空振り三振に倒れています。山本、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。バッターボックスは9番堂上。今日は3打席すべて三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。三振を取りました。3アウトチェンジ。この回カープ3人で攻撃を終えています。11対3、ドラゴンズ大量リードしています。8回の裏に入りました。7番から始まるドラゴンズの攻撃、ブライトがバッターボックスに入ります。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ドラゴンズ攻撃が噛み合い大量リードで、ストレートのフォアボールになりました。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。フォアボールのランナー、ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。バッターボックスには代打の石川。いや、この点差ですか。このチャンスの場面、空振り三振です。ツーアウトになりました。高め打ちました。これはどうだ。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ランナースタート。盗塁成功。この点差で走って高めのボール、これはどうか。ドラゴンズ1点追加します。ライト前へのタイムリーヒット。12対3、ドラゴンズちょっと一方的になっています。インサイド落ちました。これはどうか。これから9回カープの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。マルティネスが4番手としてマウンドに上がります。最後の締めを任されました。9回の表カープの攻撃は空振り三振。ワンアウトです。打席には2番バッター楠本。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ここは注意しないといけませんね。そうですね。ワンアウトランナーありません。引っ張った。これはどうだ。走ってきた。キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。得点差がありますから、ここは空振りで三振を取ります。これでツーアウト。バッターボックスは4番マクブルーム。ドラゴンズとしては何も焦る必要はありませんからね。なるほど、そうですね。レフトへ、これは上がりすぎ。最後は外野フライ、掴んでアウト。これでスリーアウト。最終回無失点で試合終了です。ドラゴンズ、打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。たったドラゴンズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。